五色町は、兵庫県の西海岸中央部に、かつて存在した町、旧津名郡。2006年2月11日に、相本市と対等合併し、新しい相本市の一部となったため消滅した。相本市との合併後は、五色町の町域は、相本市五色町という住所表記となっている。町名には、五色浜と五町村合併をかけている。淡路島内で唯一、 神戸淡路鳴門自動車道が通らない自治体であった。2004年には、洲本市との合併協議を進め、洲本五色市の名称で2005年第1四半期の合併実現を目指していたが、合併期日の決定が難航し、一旦白紙状態となった。約半年間の休止を経て、後に協議が再開。しかし、2005年3月末の、 合併とクレー法適用期限を前にした同年3月9日、五色町議会で合併関連事案が否決された。これにより、同法の適用が危うくなったため、期限直前の同年3月29日に臨時議会を開き、賛成多数で事案を可決。合併申請には至ったが、一方で町長が調整の混乱を招いたとして、辞表提出した。以上の経緯があった後、 2006年2月11日に、洲本市と対等合併した。当初は、旧市町名は使用しないとしていたが、結局、洲本市の名で合併。厚生漁業町内に高等学校はなく、大部分は、洲本市、淡路市、南淡路市の高校に通っている。小学校その他の学校、ありがとうございます。